にょ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 、ブロッコリーにょ。なんなんだ。そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。これが最後かもしれないんですよね。いえ、お役に立てたのでしたら嬉しいです。はい、今までありがとうございました。ああ、空いてるよ。入ってくれ。よく来たね。まあ座んなよ。どうしたんだい？そんなに汗かいて。え、この花束は？私をパートナーに？物好きなやつだね、あんたも。そりゃ誘ったのはこっちだけど、まさか本当に来るなんて。本当に私でいいのかい？そうかい。私をね。ああ、もちろん。選んでくれて嬉しいよ。私こそ最後の舞踏会だ。いい思い出にしたいね。しっかりしなよ。それにしてもこの花束、誰から入れ知恵されたんだい？びっくりしたじゃないか。タクトには似合わないよ。でもまあ、たまにはいいかもね、こういうのも。ところで、これから暇はあるかい？だったら、買い物に付き合ってもらえるかい？舞踏会のためのドレスなんかを買い揃えないとね。じゃあ、早速市街区に出かけようか。おお、人がいっぱいだよ。なんか久しぶりだね、こういうの。さてと、まずはドレスから買いに行こうか。ミントからいい店を教えてもらったんだよ。期待できそうじゃないか。さてと、どんなのにしようかね。いらっしゃいませ。どのような品をお探しでしょうか。まあ、イブニングドレスなんだけど、適当に5、6着ばかり見繕ってくれる？かしこまりました。
ではこちらの試着室へどうぞ。そんじゃタクト、ちょっと行ってくるよ。待ってる間、あんたも何か買い物してたら？お待たせいたしました。こちらのドレスはいかがでしょう？ちょっと色が暗いね。もっと派手な方がいいんだけど。ではこちらはいかがです？お客様でしたらこの大胆なデザインも見事に着こなせますわ。俺が大胆なデザイン？全然地味じゃないの。もっとさ、この辺がバーンとかなってるやつとかない？バーンとでございますか？少々お待ちを。まだ、おとなしく待ってなさいって。お待たせいたしました。こちらの品はいかがですか？お、こいつはいいね。気に入ったよ。こちらのドレスにはショールもセットになっております。どうぞ羽織ってみてください。ああ、このショールはダメだわ。もっと肌触りのいいやつに変えて。お待たせ。ドレスは決めてきたよ。悪い悪い。でもおかげでいい買い物ができたよ。そいつは当日までお預けだよ。ま、ご期待には添えると思うよ。それじゃ、次の買い物に行こうか。まだってドレスしか買ってないじゃないの。今日は思いっきり買い物するって決めてんだから。みみっちいこと言いなさんなって。ここまで長い道のりを苦労してやってきたんだ。多少の贅沢はしたっていいんじゃないかい？なるべく高いものを買いまくって経理の目ん玉飛び出させてやろうかね。情けないね、たかがこれ式のことで。20件目ぐらいまでは覚えてたけど。しょうがないね。とりあえずそこの喫茶店に入って少し休んでくかい？いい買い物をすると自分にもエネルギーが補充されるのさ。ああ、さっき寄った店で偶然見つけてね。こういうの欲しかったんだよね。店先で見つけて思わず一目惚れさ。だいたい小型の宇宙ヨットが買えるくらいかね。今じゃほとんど手に入らない機械式の腕時計だからね。しかもこいつはおよそ400年も前に作られたアンティーク。下手すりゃ博物館行きの代物さ。しかも中身は芸術の域にまで高められた職人芸。こんなお宝、そうめったにお目にかかれるもんじゃないよ。この時計は
リューズを手で回してゼンマイを巻く手巻きって呼ばれるタイプさ。手で巻き続ける限り永遠に時を刻み続けるんだ。まあ今となってはそのメンテナンスができる職人も銀河系にたったの2人しかいないそうだけど。さすがにこいつの分まで請求しようとは思ってないよ。これは私の自腹さ。そこがいいんだよ。手がかからなくてもっと高性能なのもたくさんあるけど、それじゃ味気ない。その点こいつは持ち主が毎日世話してやらなきゃならない。そう考えると可愛いじゃないか。それにこの機械式の時計と付き合うってのは人間同士の付き合いにも通じるところがあると思うのさ。そう、どういうことかわかるかい？そういうこと。さすがはタクト、よくわかってるじゃないか。はいはい、そこで調子に乗らない。この歯車とゼンマイ仕掛けの時計は扱いが面倒なことは否定しないよ。でも手で巻くという行為そのものが自分で時を刻んでるって実感を持たせてくれるんだよ。人との付き合い方も同じさ。自分から歩み寄る努力をしなければ無味乾燥な付き合いだけで終わってしまう。お互いがただすれ違うだけで何も理解し合うこともなくね。技術が進んで世の中はどんどん便利になっていくけど、それに流されていたらいつしか大事なものを見失うんじゃないかと思うんだ。この時計のカチコチいう音はその大事なものを思い出させてくれるような気がするんだよ。まあね柄にもなく語っちまったよ。そうだったね。舞踏会が終わったらあんたはエルシオールから降りないといけないんだものね。ああ、私も楽しみにしてるよ。そうだね。今日は付き合ってくれてありがとう。到着かい？重役出勤とはさすが広告の英雄殿だ。まったく何やってんだろうね。今夜みたいな夜には仕事なんか売っちゃっとくもんだよ。そうだよ、他の誰だってのさ。ウィッグだよ。そんなことよりもっと言うべきことがあるんじゃないのかい？いや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 、マイヤーズ、ま、いえ、あの、写真ですか？それはようございますな。あの、私たちは子供、なんだ、決め、あいにくですが、お前たち何？あんたらこそ何様のつもりよ。不愉快だ。自分の怠慢、つまらない権威を振り回すだけのどこかの親父よりは
よっぽど上等だと思いますがね。なんだと？芝王子のお出ま言われ、うん、あの親父ども、あんな連中なんざ気にすることないよ。それにしてもいいタイミングだったね、ミント。目下の者に威張り散らす。そうね、かったる。ではまた後ほど。それじゃあタクト、私たちも行こうか。なんだい？とても？そうきたか。まあそれっぽいセリフが来ると想像してはいたけど、実際に聞くとやっぱ少し照れるね。ありがとう。タクトも結構男前に見えるよ。もう始まったみたいだね、舞踏会。失礼、エンジェル隊のお嬢さん。次の曲は戦役が終わりですかね。いや、あるというかないというか。それでは私と踊っていただけないでしょうか。悪いけどパス。私のパートナーはここにいるタクトなんでね。それはラストダンスの時のことでしょ。その時までは噂に名高いエンジェル隊と踊る機会を我々にも与えてくださいませんか。それはそうだけど。それではパートナー君にも納得していただいたところで、踊っていただけますか、お嬢さん。まあ一回くらいなら。タクト、ちょいと行ってくるよ。待ってるよ。それじゃあまた後で。この会場の雰囲気には馴染めないかもしれません。申し訳ありません。最後までご心配をおかけして。進歩がないですね。そうですか。Thank you.
進歩なのですね。そうですね。ちょっと楽団の近くへ行ってみようと思います。音楽は嫌いではないので。はい。おや、何をし。待て。しかし。下が。構わん。それにし、別に、時に、許さぬ。そなたはエル。そなたも、なぜだ。私が、己の価値観。そうだ。そこまで気持ち。ああ、タクト、いいところに来てくれたね。いいかい、落ち着いて聞いてくれ。この会場にどうも妙な奴が紛れ込んでるようなんだよ。あそこにいるボーイ、ごらんよ。あの二人、さっきから見てるけど一度も球児らしいことをしていない。それに履いてる靴が他のボーイと違う。化粧室はどこだって聞いて、それとなく探りを入れてみたんだけど、要領を得ない答えしか返ってこなかった。いや違うね。あいつらの目つきはボディーガードとは正反対の世界にいる連中の目だよ。目を離さない方がいい。どうやら余裕こいてる時間はなさそうだね。いや、下手に騒ぎになるとまずい。まだ相手が殺し屋だと決まったわけでもないしね。私らで後をつけよう。そうだ、タクト、これを持っていきな。し、声がでかいっつーの。こんなこともあろうかと思ってね、2丁持ってきといてよかったよ。細かいことは気にしないの。それより早く追わないと連中を見失っちまうよ。こんな場所で火薬の銃なんか撃ったら、その音で大騒ぎになっちまうだろ。それぐらい考えてるさ。そんなことより早く行くよ。タクトは向こうのやつを頼む。
タクトもね。それじゃまた後で。何？クソ、こうなったらてめえから先に始末してやる。無事かい？こっちも気絶させて隅っこに転がしてあるよ。そこいらのテーブルクロスならロープ代わりになるんじゃないかい？私は衛兵に連絡してくるよ。ちょっとここを頼む。安心をし、急所は外してあるよ。助かったのは私の方だよ。タクトがあいつを止めてくれなかったら、今頃私は。まあ、こいつらを尋問しても、どうせ大した情報は持ってないだろうけどね。何にせよ、早いとこ片付けちまおうか。だけど見直したよ、タクト。あんたもやるときゃやるもんだね。あ、この音楽は。遅れてダンスの輪に入るのも間抜けだし、ここは見物するだけにしとこうか。そう気を落とすことないよ。私はこれはこれでよかったと思ってるし。タクトのかっこいいところをこの目で見られたからね。照れてんのかい？おや、私は結構本気で言ったんだけどね。それじゃ、バーラウンジに行こうか。あそこなら静かだし、ダンスがよく見えるよ。みんな楽しそうだな。そうだね。でも、この華やかな舞台を守ったのは、あんたと私なんだよ。ねえ、タクト。最後だから言うけどさ、私は
なんだい、地震？タクト、あれを！外に誰かいるよ！お集まりの紳士淑女の諸君、まずは招かれざる客にもかかわらず押しかけた秀夫をお詫びしよう。タクトさん、大丈夫でしたか？ねえ、これってどういうこと？エオニア軍ならこの間コテンパンにしてやったじゃない。私たちを欺いていたのでしょう。それにしてもどうやってここまで侵入できたんでしょう。警備の手薄な宇宙港なんてどこにでもあるもんさ。特にここは船の出入りも多いらしいからね。どけ、道を開けろ。エオニア、貴様どうやってここに？いや待て、今日は食、ここにいるも芝を連れてきた。なんだと。さあ、芝を連れてくれば命を助けるですって。のこのこの、そういえば芝王子はど、私はここだ。貴様がエオニアか。いかにも我が名は反逆者。これはでは、た遠距離。貴様な、では気安く、そのような何度言う、黙れ。そんなできれば消えた。な、は、警備の勘、バカな。驚いてる。どうしますか、タクトさん。周りの人たちもすっかりパニックを起こしていますわ。あ、王子、そなたも無事だ。王子こそ。タクト、みんな無事か。少し前からこいつはどう、緊急事態。どこへ避難するのですか。でも宇宙港は、心配ない。エオニア軍、現在敵さん。マイヤーズ、入るぞ。え、誓って、指令。遅いんだ。こちらエンジェル隊、スタンバイ完了。待ってください。敵戦闘機か。いやー、この人またおー、ま、心配ってことは、その通りだ。ちょっと考える。おや、戦う前から負け惜しみかい。そっちも新型みたいだけど、あまり大きな口叩くと後で恥かくよ。新たなる力、我々の紋章機の力がいかなるものか、その身をもって味わうよ。紋章機、そうだぜ。お前らなんかひとひねりでぶっ潰してやるんだからな。了解。え、我、この順味方もいるんです。だが安心しても、はい、
私たちで守ります。公然け そしてあんなの故郷そうとも相手が何だろうと全部ぶっ倒すまでさ。もう一度やってやろうじゃないか、タクト、命令を。了解。民間人の被害を。了解、あんたを信じるよ。タクト、私なんか用かい？今のかわすなんて。ああ、避けられた。動いちゃダメ。そんなヘナチョコ玉に当たるものか。それにしても無粋な真似をするもんだね、エオニアのやつは。狙いがそれましたわ。私としたことが。あ、攻撃回避されちゃいました。回避しただと？おのれ！せっかくタクトと私で舞踏会を守ったってのに。避難した？さすが紋章機、びくともしていないぞ！よっしゃ、任せときな。嘘、避けた？回避されたか。被弾レーダーに反応あり、エオニア軍で。貧弱な攻撃だ。それで僕を撃ち落とせるとでも。了解、あんたを信じるよ。
回避されました。成功した。この攻撃をかわしたのです。今は結構反撃に移る。まだボレボレするよ。よっしゃ、任せてきな。やるな。僕の紋章機の攻撃をかわすな。当たんないな。今度は外さねえぞ。また命中させられたか。面白くなってきたぞ。了解、あんたを信じるよ。これが最後なんだから。さっとと踊りたかったんだけどね。敵から攻撃を受けた。考えは軽く反撃に移る。こうでなくっちゃな。この戦いに勝ったとしてもやっぱり、タクトは移動なのかい？ゴーオー被弾した貴様、待ち切りだぞ。エオニア本命、了解、あんたを信じるよ。ああ、避けられた。動いちゃダメ。このままでは撃沈される。命中。いけない、ねえタクト、少しずつ追い詰められていく。今は敵を追っ払わないでね。いやーやられたー。なんちな、あたしにいいよ。了解、あんたを信じるよ。タクト、資格の時と一緒だよ。あたしたちで客船を守り抜こう。外れちゃった。回避しただけ。舞踏会はあんな風になっちまったけど、今回は守ってみせるさ。よし来た、タクト。攻撃に行ってきます。俺の攻撃をかわすな。おとなしくしていろ。チャンスをしてやるよ。ストライクバースト。回避しただと。よし、撃墜した。ちょろいもんだね。うわ、凄まじい攻撃だ。了解、あんたを信じるよ。目標を確認。狙いのそれ。武道会はあんな風になっちまったけど、今回は守ってみせるさ。打ち損じたか。かわしたけど、まだまだ。あの攻撃をかわしたの。危なくなったら私に命令するんだよ。すぐ助けるからさ。船体の強度が低下してる。そろそろ危険だ。
を変えたうまく当たったみたい。そういや、さっき捕まえた資格は出るのか。大当たりだよっしゃ、任せときな。見えた、よし攻撃に移る。こんなに難易度か。もうこれ以上は無理だ。攻撃を開始しました。攻撃不能だ。総員脱出せよ。ハーベスター攻撃開始。了解、あんたを信じるよ。トリックマスター攻撃を開始。今のはいい当たりだったね。どうだいタクト。よし来たタクト。了解、あんたを信じるよ。大丈夫、調整が足りていないせいか。よし来たタクト。回避したのタクト。この戦いが終わったら今度こそ踊ろうか。攻撃戦争が増えてきました。あの敵を何とかしてくれ。しまった、外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちゃったね。どこ狙ってんだい。当たってないよ。目標を捉えた。じゃあ一暴れしてきますか。了解、あんたを信じるよ。機体強度大幅低下。危なくなったら私に命令するんだよ。すぐ助けるから。回避されたか。回避しただと。おのれ、なんもう終わりかい。目標は撃破したよタクト。よし来たタクト。ハーベスター攻撃開始。運が良くな。攻撃されてるな。まあ紋章機ならまだ効くか。俺の攻撃を終わりかい。目標を撃破したよタクト。了解、あんたを信じるよ。攻撃に行ってきますね。かわすか。あちゃ、また当たった。今度紋章機の調整し直さなきゃな。いけ、げ、もう限界ギリギリじゃん。調子に乗る。オイラは交代させてもらうよ。ここで無理しても意味ないし。予習服を開始します。リピアウェーブ。よっしゃ、任せときな。回避された。頭打った。危なくなったら私に命令するんだよ。すぐ助けるからさ。よし来たタクト。ラッキースター回避しただと。こちらの紋章機を相手に意外と粘るの。褒めてやるよ。攻撃しまった、また被弾したか。どうした紋章機。了解、あんたを信じるよ。そろそろエネルギーの補給をお願いします。回避されたか。これでも食らいだ。ストライクバースト。攻撃に回避されたわ。この敵を倒したらエネルギーの補給を頼むよ。あと
取り逃しませんよ。お行きなさい、フライヤーたち。敵の攻撃を回避して。俺の衝撃をかわすな。もっとおとなしくしていろ。力を尽くした先に絶望は待つ。頃合いだね。ここは一旦引くとしよう。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。なんとか逃げられました。はい、わかりましたわ。命中ですわ。ハーベスト火も外しません。目標の修理を完了しました。見たか今の一撃。5番機機体損傷。いけない、外してしまいましたわ。気を引き締め。はい、了解しました。攻撃を回避しました。攻撃失敗しちゃった。でもこんなことがあるわよね。タキト、この戦いが終わったら今度こそ踊ろうか。5番機どこ狙ってんだい。当たってないよ。あーもう、なんで当たんないのよ。よっしゃ、任せときな。この敵を倒したらエネルギーの補給を頼むよ、タクト。よっしゃ、任せときな。ラッキースター、了解。はい、わかりました。跡形もなく消し飛びだ。ストライクバースト。しまった、外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちまったね。はい、了解しました。回避成功。タクト、この戦いが終わったら今度こそ踊ろうか。4番機攻撃を始め。あいつは私の獲物だ。もうあまり長くは戦えないよ。エネルギーの補給を頼む。攻撃ビンゴ回避しました。見たか今の一撃。安全にまで離脱しました。よっしゃ、任せときな。まだ紋章機の調整が不十分なのだ。ここは引くとしよう。敵戦闘機交代していきます。これで勝ったんだ。だといいんだけど。状況の確認を急げ。戦闘機を除く攻撃目標すべて。それが引き上げて、この宙域指令ど、ああ泣かないでおく。あたし今回もいい。あたしは2秒。そちらが劣勢。ここにいると巻き添え。それでもハッタリかましてるつもりかい。すぐにわかる。俺は偽りは言わん。そういうこと。まあ今回は紋章機の試運転だしな。この辺で勘弁しといてやるよ。いつもと同じパターン。マイヤーズ司令、追わなくていいんですか。全ての宇宙港が一体やつら前方より。わかりません。おそらく。なんだと。周辺に民間人。あの通信回復しました。ファーゴの外。ねえ、宇宙港のエアロックが開きました。そこから船が。いえ、それって。それじゃあ、ハーベスター、救助に向かいます。まだ飛べるだけの力は残っています。およし。
今から行っても外に吸い出された連中は多分もう。どうしよう、どうしたらいいの。何がロストテクノロジーの結晶だ、何が宇宙最強の機体だ。こんな時に役に立たなくてどうするんだよ。レーダーモニじゃあ人工どこから。あれはもう。Thank you.